第3試合先行トトアクス今後ハイパーの MC、DJ は SO Ready Fight、去年の決勝忘れてないぜ、あの日から狙い外してないぜ、その目と目を見てトーク、今日は俺が通る、あの日になかった覚悟、でも今日はバッチリとあるよ。ゲンドンさんは服を積み上げた、俺は1年ラップのキャリアを積み上げた。確かに積み上げたキャリア、けれど俺はライカガリバーみたいに放っていくぜ、松山市でデペゼンマイクロ古着屋さん、いや違うな J.O.I.C. いつまでもラップしながらマイク持ってるし、16年間ヒップホップ好きでステージに立ってんだ、えいよ。 J.U.I.C. 再来週ある、だから負けられねえよ、初登場意気込みバッチリ、ハイパー飲んだくれの MC に負けない、 俺は見せてく、稼ぐ音楽で元気、インターチェンジを2個飛ばし、俺は完璧に踏んでく見事ない。確かに確かに飲んだくれ、けれども飲んだくれじゃあマイクは回せねえ、だって俺飲んでも酔っても全然舌が回るで、マのバカとかは言わない、次もよろしくな、また次にはないかもな、つまり俺がマイクで勝ち取っていくぜ、 UMP 愛媛ちゃんぽん。すげえいいバトルでした。ジャッジ難しいと思いますが、勝ったと思う方に片手とでかい声をよろしくお願いします。先行トトアクス、高校ハイパーの MC、ちょっと難しい、ごめんなさい、前で見てもいいですか、もう一回やる、はいよ、ちゃんとやりますよ、お願いします。先行トトアクス、高校ハイパーの MC、最後ちょっと手をストップで見させてください。先行トトアークス、高校ハイパーの MC、やべえ結構難しい、ごめんなさい、これちょっと手の数一緒ぐらいだわ、延長でお願いします。そしたらごめんなさい、マイクと立ち位置を入れ替わってください。入れ替わって、先行がハイパーの MC、高校がトトアークス、DJ は SO、Ready Fight! Yeah, 一発で決めたくなかったお客さんと一緒、俺もな。だってマイク握ればライバル同士だぜ、先輩後輩関係ない。だからどんだけ残せるか、俺は残しに来たぜ、決めますよ、もう。ハッピーブロスジュースの先輩、いやそんなものはねえぜ、超えてけ、松山乗り込んできたぜ、いい話、ドンさんこの1年で進化なし、見せてくウィン、俺のワップ聞きゃわかるだろう、そろそろ世代交代がいいんじゃねえの、託されてるニーハンバシのヒスキュー、俺のスキル見せすぎやバスキー、これはやみつきなっちゃうノンさん、進化なし、確かにそうかもな、俺フラフラしているからな、けれど俺は進化してるんだよ、松山シティでつけたマイクロ、よちっちゃいとこから大きいとこまで羽ばたいていく俺の後ろ、見えてないかレッドブルが授けてるんじゃねえ、このマイク助けはねえ、フラフラ足元がフラフラでグラグラでグラついてる、その足元大丈夫っすか、心配になっちまうね、俺はこのステージ上すげえ貴重なことを分かってる、ここで歌ってやる毎日毎週末来いよみんな、ペグロス俺らにハマヒスキルがいるぞ、店に来た仲間とこの背中、ロンさん俺が最後今日は勝たしてもらうわ、延長戦もナイスバトルでした。これちょっと最初からごめんなさい、前で見ようかな、すいませんお邪魔します。それでは聞かせてください、勝ったと思う方に全力の声と片手挙手お願いします。先行ハイパーの MC、 高校トトアークス、オーディエンスは高校トトアークス。それでは先生方お願いします。先行が青、高校が赤です。参りましょう、ジャッジ、赤三本勝者、高校トトアークス。ですが1回戦からこれか、もったいない。ハイパーの MC めちゃめちゃかっこよかった、大きな拍手を。